サンイコールフルールは、フランス、オーベルニュローヌアルプ地ーキ県、カンタル県のコミューン。サンイコールフルールの町は、ビルイコールオートとビルバスの2つの地区に分かれている。ビルイコールオートは、火山性の玄武岩場の大地である標高900メートルのプラネーズ上にある。ビルバスは、アンデルガー沿いに広がる。サンイコールフルールは、古い国道9号線と A75 が通る。 青銅器時代に遡って、サンイコールフルールの地には、最古の仕事の痕跡が見つかっている。多くのドルメンも見つかっている。現在の考古学の証拠により、ガリアの時代に限られた人の存在が見つかっている。しかし領土は、その後ガロローマやローマ帝国によって占領された。当時のサンイコールフルールの名はインディシャカムであり、これは、インディシャカスという男性名に由来していた。 この時代のインティックは、ローマの小さな町を意味する、ウィクスであったと考えられている。ウィクスは、主要道沿いにある、第二の町を指していた。5世紀、司教フロルスは、現在のサンイコールフルールの流域を伝導した。彼の名が、現在のコミューン名の元となった。しかし町が栄えたのは千年以降である。フランス革命時代、コミューンの名は、フォール・カンタル、フォール・リーブル。 モンイコールフルールそしてサンイコールフルールのな2793年に落ち着いた。コミューンの面積が変わることはなかった。ソースイコール CASSINI.EHESS.FR ありがとうございます。